エドワード・ジェフリー・トイは、イングランドの指揮者、作曲家、オペラ演出家、ジェフリー・トイとして知られる。トイに関して最もよく記憶されているのは、リチャード・ドイリー・カートのオペラ工業会社の音楽監督であったこと、また彼のサドラーズ・ウェルズ劇場への関わりである。彼のバレエ音楽、ザ・ホーン・ケット・ボール・ルームは、人気を博し、複数回にわたって再演された。また、 彼が1919 19年にギルバートサリバンのルダコアへ新たに作曲した序曲はこの作品の標準版となった。トイはハンプシャーのウィンチェスターに生まれた。父アーリンガム・ジェームズ・トイと母アリス・フェイラーの下の息子だった。トイの父はウィンチェスター・カレッジの寮長を務めており、長年にわたって少年のための音楽協会を運営していた。駆け出しの頃、 トイは有名なルイーザ・テトラッチィーニのピアノ伴奏者を務めたトイは王立音楽大学へ入学し作曲法と指揮法の学習に打ち込んだ。また彼はピアニストとしても才能を発揮しており少年期を脱したばかりの頃に著名なソプラノ歌手であるルイーザ・テトラッチィーニの伴奏者を務めていた。早くも1906年にはケンブリッジにおける公演で アンドレ・メサジェの代役として、メサジェ作曲のオペラ、ミレッテの指揮を行っている。彼は、兄のフランシスと共に、CMA ピークのペイストロールマスクである、ザウェル・イン・ザウッドに、付随音楽を作曲した。また、トイは単独で短いバレー、ザ・フェアリー・キャプチャーの台本作成と作曲を、行っており、この作品は1911年に、ハー・マジェスティーズ・シアターで初演された。 さらに翌年には、事前公演の場でも再演されることになった。1913年までに、トイは、ロンドンの主要な歌劇場で、指揮棒を握っていた。ヘイマーケットシアターでは、モーリス・メーテル・リンクの青い鳥を指揮、サボイシアターでは、メゾ・ソプラノのマリー・ブレイマのオペラシーズンを振り、ジョージ・バーナード賞の擬曲、アンドロ・クリーズとライオンを初演した。 1914年には、レーフ・ボーン・ウィリアムズから、ロンドン公共局の初演を任され、クイーンズホールでこれを指揮している。トイは、楽曲の原稿が失われた際に、ジョージ・バターワースや批評家のエドワード・ジョゼフ・デントラと、協力して、ボーン・ウィリアムズが曲を再構成する手助けを行った。また、1914年には、トイは、バターワース作曲の教師曲 A、シュラプシェア・ラッと、 ザバンクス・オブ・グリーン・ウィローをロンドンの聴衆に紹介している。グスターブ・ホルストの組曲、惑星の初演前夜、トイは作曲者及び指揮者のエイドリアン・ボールトと晩さんを共にした。ボールトが後に10回したところによると、トイは彗星の中で金管楽器がタ単調とエイト単調の和音を同時に奏する、ある小説について意義を唱えたという。グスターブ、 すまないが私には、これがひどい響きになるとしか思えない。ホルストは同意し、自らこれを書き記した際に身震いがしたと告白した。しかし、ホルストはそこはそうでなくてはならないのだとも主張した。それらがこんな風にやってきたら、君はどうする1914年、トイはまずに東兵として、イギリス陸軍に従軍する。その後、イギリス陸軍航空隊へ入隊して、 写真撮影専門の士官としてフランスへと赴いた。退役時の階級は少佐であった。終戦後の一時、彼はロンドンの保険会社であるロイズの社員となり、社内で多くのアマチュア音楽家の活動を主催すると同時にロイズ合唱団を創設した。彼はトーマス・ビーチャムのオペラ会社の副指揮者に就任し、また1918年から1919 19年にかけて、 ロイヤルフィルハーモニック協会の演奏会でも式台に上っていた。ウィンチェスターカレッジ時代の仲間であったルパート・ドイリー・カートはドイリー・カート・オペラ興行者が1919 19年から1920年と1921年から1922年にかけてロンドンのシャフツベリー・シアターで3シーズンにわたって興行する際に豊ヨ音楽監督として任用した。その最初のシーズンで トイは、ギルバートサリバンの、ルダゴワに対して一部の音楽を削り、削除した素材を使用せずにより劇的な序曲を新たに書き下ろすという改定を行った。それ以後、トイが作曲した序曲は、彼が行ったカットが1970年代に差し戻された後も常にオペラ工業者で使われ続け、このオペラの標準版としての地位を獲得した。彼はまた、 ザパイレーツ・オブ・ペンザンスへも新たな序曲をしつらいたが、これは使用され続けるにはいからず、送付の原存も確認されていない。オペラ工業者の音楽監督としての問いは批評家に感銘を与えている。ミュージカル・タイムズ氏は次のように記した。ジェフリー・トイ氏の指揮者としての活動は群を抜くものである。彼のおかげで、我々の多くは、オペラがいかに美しく作曲されているのかを、 再発見することができた。彼は、快活さを失うことなく、常に正しい音楽的ユーモアを保っている。アラン・パトリック・ハーバートが詩を書き、トイが音楽を作曲した、一種のオペラであるオペレッタ、ザレットペンは、1925年並びに1927年に、再度 BBC で放送された。1927年、トイは、 オペラ工業者を先導してきた老齢のテノール歌手で、あるコーティス・パウンズに寄せる、事前工業の共同音楽監督を務め、劇場の様々な部門から、多くの有名歌手が参加することになった。1931年、すでにオールドビッグシアターの支配人になっていた問いは、サドラーズウェルズ劇場の支配人となり、ここで1934年まで、 リリアン・ベイリスと共に共同支配人としてオペラやバレエの公演を取り仕切った。サドラーズウェルズ・バレエ団のために彼は二つの自作シナリオのバレエを作曲した。一つは税関にまつわる喜劇である1932年11月15日のドンズであり、タイムズ氏はこれを明るく楽しいと評した。もう一作は1934年のザ・ホーン・テッド・ボール・ルームであり、この作品では 薄暗い舞踏場でかつて愛した女性の幽霊から死ぬまで踊り続ける呪いをかけられたトレジニスの主人たちを描いている。ルダゴアの筋書きと同様、呪いは呪われた本人から次のものへと受け渡される。この作品は創造性豊かな合唱による解説を不気味に使用している。バレー、ザ・ホーンテッド・ボールルームで最初に主役を務めたのはマーゴ・フォンテインであり、 またロバート・ヘルプマンも主役を演じた。ニネット・ドバロアは上記に作品のいずれに対しても振り付けを行っており、トイの死後も幾度かザ・ホーンテッド・ボールルームの再演を行った。この作品が最後にサドラーズ・ウェルズ劇場で上演されたのは1957年2月24日のことで、この時は BBC によるテレビ放送が行われた。 この作品の初演時の振り付けは、現在では断片しか残されていない。作品に登場するワルツはおそらく最も知られたトイの作品であり、長年人気の還元楽曲として親しまれ、数度の録音が行われている。1934年から1936年にかけて、トイはロイヤルオペラハウスの運営支配人となり、芸術監督であったトーマス・ビーチャムと共に仕事をした。 二人は最初はうまくやっていたものの、トイがラ・ボエームの耳ミミ役にメトロポリタン歌劇場で耳ミミ役を歌っていた人気の映画スター・グレース・ムーアを起用しようと主張したことをきっかけに仲違いしてしまう。この公演は工業成績としては成功だったものの、芸術的には失敗に終わった。ビーチャムは巧妙に策略を立ててトイを支配人の座から引きずり下ろした。エドリアン・ボールとは それは、全くもって残忍なやり口だったと書き残している。トイは、ギルバートサリバンのオペラを映画化する権利を手に入れた。1938年、彼はオペレッタ、ミカドを映画化し、演出、指揮を行ったが、第二次世界大戦の勃発のためにそれ以上の映画化は行えなくなった。トイは他にも九百三十年代のイギリスの映画に作品の音楽を作曲。 編曲した。いずれも1936年、アレクサンダー・コルダ監督の男は神にひずと描かれた人生である。1940年、トイは BBC に入社してアメリカ連絡、検閲部門に勤務した。彼は二度の結婚を経験している。一度目は1915年に女優のドリス・リットンと二度目はドロシー・フレートマントである。 二人目の妻との間には息子のジョン・トイを授かっており、ジョンは俳優となった後にスコティッシュテレビジョンで長くニュースキャスターを務めた。ジョンは1992年に没している。トイの兄であるフランシス・トイは批評家として、またベルディ研究家としてよく知られた存在だった。トイの姉であるエリナーの娘は、 ジェニファー・トイという名前で、ドイリー・カート工業者の首席ソプラの歌手となった。トイは53歳で、ロンドンに没している。バレエ音楽以外にも、トイはいくつかの歌曲集、公共曲を一曲、仮面劇、デイ・アンド・ナイト、ラジオ・オペラ、ザ・レッド・ペン、一作のオペラ、ザ・フェアリー・カップ、管弦楽伴奏合唱曲、ヘンライッキー、エス・デスと、金管楽器伴奏の合唱曲、 ザ・キーパーという二つの短い合唱作品を作曲している。トイが残した同感録音はごくわずかしかない。彼は1928年に h m v へロンドン公共楽団を指揮して D リアスのブリックの定期誌、春初めての格好の声を聞いて夏の庭でを録音した。作曲者はこれについて3曲すべては素晴らしく。 これらが私自身の正式に認めたものとして販売されるならば喜ばなくてはならない。と記している。また、トイは1929年に楽園への道も録音した。トイのルダゴアへの助曲は幾度も録音されている。演奏者はハリー・ノリス、イシドア、ゴドフリー、マルコム・サージェント、チャールズ・マッケラスらである。ノリス、ゴドフリー、サージェントは皆、 トイが行ったカットや細かな修正の一部もしくはすべてを発見している。トイがギルバートサリバンの作品中、唯一録音を残したのは上記にある通り1938年のミカドの映画版である。トイの自作曲では、バレエ、ザ・ホーンテッド・ボールルームのワルツに複数の録音がある。1990年代のマルコ・ポーロ・レー・ベルによる録音もその一つである。 バレエ全曲の録音は2001年にロイヤルバレエシンフォニアによって行われた。注釈出展。ありがとうございます。